枯れたぶどうは残虐とともに。どうもアシです。さあ今回からですね、こちらのフリーホラーをやっていこうかなと思います。なんか結構暗い感じらしいです。知らんけどほとんど知らない状態で持ってきちゃったんだけど、なんかイラストいいなと思って、基本的に俺イラストでしか判断してないみたいなまあでもなんか、面白そうだったから持ってきました。ということでやっていきましょう。ゲームサト、なんか学校のお話らしいの。なんか今学校に行ってる方々、なんかちょっと重ね合わせながらやってみてください。リトル評価さん、ありがとうございます。やらせていただきます。CV、 何これ、キャラクターボイスついてんの？マジで俺いらねえじゃん存在意義なくなったんだけど大丈夫？俺横からちゃちゃ入れる係になるよ。俺そうなると枯れたぶどうは残虐とともに。このゲームにはグロテスクな表現が含まれています。本作品は一部音声だけのシーンがあります。両耳でのプレイを強くお勧めします。安心してください、ヘッドホンをちゃんとつけて、動画を撮っておりますので、その辺の準備は万端だね。みんなもヘッドホンつけてやろうめっちゃ両耳からねえが聞こえる。いや、やめてってば。はいはい、椎名真紀。ババことの、もういい加減に起きてよ。そんなの寝てたの？ごめん、まったく。よくはしってなんだ、誰だ夜更かしでもしてたの？ちょっといろいろ調べ物してて、気づいたら5時まで起きてた。ああ、すごいな。俺5時まで起きてたら、ああ、もうこれ寝たら俺絶対遅れるなって思って、寝ないぞ。逆に。この子も寝なかったんかな？調べ物か。何調べたの？それは秘密。秘密？まさか。エッチいのかおお、なるほど。聞いてくれる？俺の代わりに琴乃ちゃん聞いてくれる？それエッチいの聞いてくれる？違うってば。てかそんな大声で言わないでよ琴乃ちゃん。みんな見るだろうな、エッチいので。エッチいので女子会話してんだぞ。男子釘付けだろごめんごめん。でもせっかくの特別な日に寝られてたら悲しいな私。特別な日？何？これできてんのここの二人でできてるの、もしかして。でそれで記念日的な特別な日？11月23日。忘れちゃった？私が先生に怒られた日。いや、めっちゃあんだろ、それ、多分。いや、偏見で言っちゃったけど、今。マキちゃんに対してとかそういうことじゃなくて、なんだろう。俺個人で考えたらめっちゃあんだと思って。そう、めっちゃ記念日あんな、俺、そしたら。それは毎日でしょうが。あ、一緒みたいなもんだ。同等。はっはっはっは。マキ、忘れちゃったの？え？何？撃てんだけど。え、何？マジで？いや、わかんねえ。11月23日。いいにさって何？え？何の日？11月23日って何かの日なの？これぐらいしとこう。それも違うそうだよね。そうだよね。この歳で結婚してたら、まあまあちょっとあれだよね。疑うわ。ちょっとさすがに疑うわ。覚えてないなら別にいいけどさ。ごめん。なんだっけ。秘密。同じ反応しちゃった。俺多分マキちゃんだな、俺。俺マキちゃんだった。これから俺椎名マキって名前で。売ってくわ。お返しだよーだ。もういいな、こんな学生生活見たかった俺も。あ、そうだ、今日職員室で見かけたんだけどさ、転校生が来るっぽいよ。え、嘘、こんな時期に。11月23日でしょ。もう終わるぞこの学級
なんかちょこちょこいっぱい人入ってきてるな。うんうん、しかも超美人だった。それは期待大だね。やっぱそういう感じなんだな、この子たち。多分そういう関係なんだよ。うちのクラスに入るか問題だけどね。チャイム鳴ったね。あ、先生来た。じゃあまたね、マキ。うん、明らかに1個席空いてんじゃん明らかに1個席空いてんじゃん。絶対来るじゃん、このクラスに。みんなおはよう。急な話だが、これからみんなと同じクラスになる転校生を紹介する。やった、来た。どんなんなの、超美人って言ってたからね。あ、黒髪じゃん、目赤いぞ、大丈夫か。あ、綺麗系だ。あ、可愛い系だ、綺麗系ね。はじめまして。なんて読むのこれなんて読むのこれ。新保高校でいいの、新保高校でいいよね。新保高校から来ました、立花梨沙です。うわー、すごい美人だ。いや負けてねえぞ、マキちゃん。なんなら俺マキちゃんの方が好きだぞ。中途半端な転校で短い間になりますが、よろしくお願いします。いいな、いいな、このクラス。ではみんな仲良くするようにな。はーい、みたいなね。小学校かつて。めっちゃビビってんじゃん。あまりの綺麗さに驚いた。さすがにな。まあ、こんだけ綺麗な子が来たらね。うん。てか CV って書いてたけどさ、全然ボイス入んねえじゃねえかよ。俺喋り放題じゃん。本当に、転校生すっごい美人だったね。ん？どうした？嫉妬してんのか？ん？どうしたの？あのさ、私、小学生の頃に、こっちに引っ越してきたでしょ？うん、そうだね。新保高校は私の地元にあったからよく覚えてるんだけどさ。ん？新保高校は、殺人事件が起きて、廃校になってるはずだよ。廃校からの転校生、またそれも一興。え？ 18 年前だけど、相当有名な事件だからみんな知ってると思ったけど、知ってるような知らないような。とにかく新保高校から来たなんて絶対におかしいよ。もしかしたら被害者のお化けだったりして。嫌いじゃない、そういう発想。もうふざけないでよ。じゃあまた開校したとか。確かにその可能性はあるか。あー、もうこうなったら本人に聞いてみよう。すごいな行動力神かすごいぞそれ。あんた新保高校から来たんでしょ。新保高校って18年前に殺人事件が起こったんでしょ。なんでそんな学校から来ることができたのって聞くのかなやめとこうよ。行くったら行くの。わかった。いい子いい子。てか待って、18年前ってこの子たちいくつ。高校生だよね。何ダブってんのダブってんの。すごい、もう行動力神だよマジで。急に絡まれ、やだな、やだろうな、ちょっとやだもんな。俺がこの立花梨沙さんのポジションだったら、ちょっとうわ二人来たわー、あここで二人来たわーって思うもん。はじめまして、私の名前は馬場さん。やだー、あらかじめ見てたの。すごいリサーチ力も天才的だったか。私あなたのことよく知ってるわよ。みんなの名前もう覚えてるんだ、すごいね。
あなたのことは知らないわ。知ってるのは馬場さんだけ。あー、特質的にあれか、その子が、その子ちょっと気になっちゃったタイプの、そういうタイプの、そういうタイプ系のタイプね。え？ちょっと待って、どっかで会ったことを、あった？ないわよ。は？で、何か聞きたいことあって私のところに来たんでしょ。いや、怖っ。ちょっと絡みづらいタイプじゃん。ちょっと絡みづらいタイプじゃん。絶対嫌だ、嫌だ、嫌ではないけど別に。うん。新保高校は18年前に廃校になってるはずだけど、もしかして、新保高校はまた開校したの？ド直球で聞いた。廃校のままよ。もう、すごい。もう、分かりみがじゃねえわ。分からなさすぎて、もう、分からなさすぎて分からないわ、もう。じゃあ、あなたは嘘をついたの？さあ。ふざけるのもいい加減に。喧嘩はダメだよ。もうなんか、でもさ、初対面で急にさ、なんかね、こんな感じで、お互いがこんな感じになっちゃったら、もう俺もどうしようもないよね。もうどうすればいいのってなっちゃうよね。もう何言ってんだろうね、俺も今。言ってること分かんなくなったわ。いきなり話しかけて悪かったわね。ええ、め、うわ、やべえ。すげえストレートじゃん。もう本当に150キロ直球ぐらいじゃん。な、もう琴乃ちゃんってば。怒ってんな。はあ、なんなのあいつ。そんなに怒ったらダメだよ。なんかあれだな、ここの関係はすごいな。うん、いい関係してるわ。一生大事にしてほしいね。でも気になるね。うん、怪しすぎるよあの子。新保高校から来たのは絶対に嘘よ。しかもなんで私のこと知ってるの。熱狂的なファンなんじゃない。全く心当たりないの。うん、ねえマキ、今日うちの家でいろいろ調べてみよう。え、何？調べれるタイプ？すごいな。何を？新保高、ああそこか。あの立花梨沙さんについて調べるとかと、ネットワークすごいことになってんなって思っちゃったわ。情報ガバガバかって。ん？セーブ。ちょっと待って、何個セーブできる？お、40までできる。まあ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 、十分よ。いっぱいできる。とりあえず4個ぐらいしとくか。うん。さーて、調べるわよ。もう、家でやりたいことあったのに。エッチいのか。おー、聞くねえ。聞くねえ。ババちゃん、ババコトロちゃん、聞くねえ。エッチいの聞くねえ。だから違うってば。本当にそうなのかな。実はエッチ、やめとこうか。あんまり女性に対してそういうこと言うのはよくないね。照れちゃって、もうからかうのやめてよ。さーて新保高校っと。話聞いてないし。あ、出たよ。新保高校殺人事件。丸年、星月、丸日の午前。星剣、星、三角、読みにくいな。なんか、バラバラすぎて読みにくいな。新保高校で高校3年生の生徒が、クラスメイト全員を、え、やばっ！クラスメイト全員を殺傷したの？えぐっ！めちゃくちゃ合ってんじゃん。当時文化祭前で、引火性の高いものが多くあり、それが四方八方に置いてあったため、クラス全員に被害が及んだと思われる。教室や廊下などに灯油を撒いた跡があり、灯油は犯人が持ち込んだものだと見られている。しかし防犯カメラなどに生徒が持ち込んだ形跡は映っておらず、また犯人も同時に焼死したと見られ、犯人は未だに分からず未解決事件となっている。その後新保高校では問題が続き廃校となっている。呪われてんじゃねえのここ。この高校犯人見つかってないんだね。
なんで犯人はクラスメート全員殺したのかな。そうだよね、相当な恨みだけあんねえよな。さすがに全員殺傷したんだよ、いじめとか。でも資料には元気が良くて仲のいいクラスだったって書いてあるわね。だいたいこういうの嘘書いてあるんだからな。いじめとかあってもさ、なんかさ、どのやつとか見てもさ、だいたいのやつで元気が良くて仲のいい子だったとかさ、ねえ、殺人が起きてもさ、あんなことする人じゃなかったわみたいなこと言うじゃん。ちげえんだろ多分。ってことは犯人は人を殺したかっただけってことかな。快楽殺人者ね。でもそれだったら一気にクラスメート全員を殺す必要はあるのかな。確かに一人ずつやった方がな、ちょっと快感的には多いからな。世の中いろいろな人がいるんだから人数とかは関係ないんじゃない。まあ確かに。ん、被害者の顔写真があるわね。うわ、マキに似てる人いるよ。髪型だけじゃん。いや、あのさ、髪型だけ、まあ髪色ではないのか別に、こんな髪の色の子がいっぱいいんのかなと思ったらさ、そうでもないよね。さすがにだって高校生だよ。高校生でこんな染めていいの、めっちゃ喋んだ俺。すごいなんかは、なんかあ、あと、あ、な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 、何用意としたんだ俺も。もういいや、もうってあれ、ん、どうした、これ立花梨沙さん映ってんじゃねえの。この人すごい琴乃ちゃんに似てる。そっちかー、そっちかー。え、おー、全然読めんかった、全然読めんかった。何にも触ってないけど勝手に進んじゃった。しかも名字が一緒だよ。ババアなんて書いてあった。ババアババアな、てっぺいとかだが男名だったよね。ねえ、琴乃ちゃんの家、お父さんいなかったよね。やめて、その顔やだ。ね、その顔やだ。てん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 で、その暗い顔やだ。もしかして、ちょっと、離婚してお父さんはいないけど、ちゃんと生きてるんだから、そうだよね。さすがにそうだよね。なんで疑うのよ。お母さんにも写真見せてもらったことあるし、間違いないわよ。ごめん。ただ、18年前だし、年月的にもしっくりくるかなって。でもさ、だとしたらさ、あれだよね。あの人男の人だったよね。まあまああれだよね。まあまあやばくない？大丈夫？え、大丈夫なの？おーおー、びっくりした。やめて。そんなホラー要素ないってこと驚かさないで。もう違うってば。ん、ごめん。まったく。お仕置きが必要だな。そう、なんかちょっと笑みが若干歯がある感じがいいね。え、ちょ、琴乃ちゃん？こちょこちょの K だ。やばいやばいやばい。その絵面はないのか。求めてたぞ今俺、求めてたぞ俺は。大体の資料は全部見たわね。可愛いな、やっぱりマキちゃんが一番可愛いだろ。ねえマキ、え、何？何も言ってないよ、何も言ってないのに嫌そうな顔しないでよ。こういう時の琴乃ちゃんは危険だもん。あ、バレた？絶対そうだよね。私を巻き込むのは勘弁してよ。いいじゃんいいじゃん、絶対楽しいからさ。もうそうやって言うさ、大体ホラーゲームこうやってさ、廃校に忍び込んだりさ、そうするじゃん。よくないよ、いろいろと。それで何するの？でしょうね、大体察してたわ。でしょうねだわ、でしょうねの一言しか出てこないわ。はい、学校に忍び込んで転校生についての資料を見るなよ。ちょ、本気で言ってんの？私はいつでも本気よ。ダメだよ、それに明日先生に聞けばいいじゃん。絶対に先生が教えてくれるとは限らないでしょ。いや、一旦さ、先生挟んでからでもいいんじゃない？一旦ね、一旦挟んで、でそれがダメだったら行くみたいなっていいと思うよ僕は。でも
ここで選択肢出してくんの？ここで選択肢出してくんの？これもう絶対だからね、もう絶対エンディング変わるやつじゃん。これについていかないって言ったらなんかこの子だけ死んじゃってバッドエンドみたいな、そういうパターンじゃないんですか？でもちょっと気になるから行ってみるね。ついていかないで。あん戻された。じゃあついていく。マキって文句言ってでもなんだかんだ私についてきてくれるよね。そういう関係性なんだね。琴乃ちゃんが無茶するからだよ。可愛いな、やっぱり。いい子だよ、この子は。絶対いい子だよ。伝わってくるもん。さーて、行くわよ。また話聞いてないし。怒られても知らないからね。その時はその時。その考えが好きだよ。すごい好き。よし、門のところ行くよ。はーい。お、動けますな。おー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 、これでセーブできんのか。なるほど。あー、これ誰だこの人誰だ。琴乃ちゃん近い。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりかな。ちょっとね、まだまだ真相があれなんだけど、行ってみたい気持ちはありますが、うん、この辺で終わりたいと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。